アジーンです。今世の中で一番活かしてる掃除道具って言ったらこれじゃないかなって思うものをゲットしました。実際にゲームの中に出てくるあの武器が現実世界で掃除道具になってしまいました。それがこちらです。スプラトゥーンのスプラローラークリーナー。スプラローラーの形をしたコロコロです。活かしたスプラローラークリーナーがコロコロゴミをくっつける。こちらのコロコロは対等のプライズオンリーなので市販されてる商品じゃないんですけど、ゲームセンターに置いてあると思います。家族が1000円ぐらいで取ってきてくれました。まだ中を見てないんで早速ちょっと開封していきます。お、すごいすごいな。これコロコロしながら実際に色がついたら面白いですよね。じゃあ家でちょっとペンキだけ貼りましょう。スプラトゥーン、やばい、かわいい。これは何だろう、カバーかと思った。スプラトゥーンのゲームは持ってなくて、ゲーム実況の動画でしか見たことがないんですけど、マイクラとスプラトゥーンのグッズはすごく集めてます。これ、あれかな、使えるのかな、これ立てて打てるのかな、ということは書いてない。これ使い終わっても、市販のロールが付け替えれるみたいです。紙だけなんですかね、ピンクなのは。取ってみます。ここだけかな、ピンクにしたるのは。あー、普通のコロコロですね。ここの最初の紙だけがピンクだった。やばい、これすごい可愛いですね。もう掃除大好きなんで毎日2回は掃除機をかけるぐらい掃除好きなんです。やばい、ちょっと実際になんかもったいないな、これこの紙取るのもったいないですよね。もったいないけど使ってみます。ああ、もったいない。ビシッ。つくわけないんですけど、色は。これついたら、面白いですよね。使い終わったら、取る。あ、すごい、切りやすくなってる。これでもピンクついてた方が可愛いんで、ちょっとピンクつけたかな。もったいないからね。こんな感じ。多分これ使い終わったらここに立てとけるんですよね。こうやって立ててしまえると、置いとけれるんですね。こうやってかわいい。これまだ出たばっかりみたいなので、見つけたらぜひゲットしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃない、パープルなのか、これパープルって書いてあるね。